こんにちは、メヨです。ブレンダー初心者がお届けする初心者のための動画です。独学なので間違えてたらごめんね。今回はコンフォームオブジェクトです。このアドオンはオブジェクトの表面に沿ってくっつけることができます。まずはどのようにくっつくのか見てみましょう。操作は簡単。くっつけるオブジェクトを先に選択して、シフトプラスクリックでくっつけ先を最後に選んであげます。右クリックからコンフォームオブジェクト一番上を選択してください。これでもうくっつけることができました。角でも曲面にでも利用できます。簡単に引き剥がすこともできます。右クリックからアンテン、一番下の選択肢は自動的に接続するスナップ機能です。最後の選択肢は変形後に適合を適用できます。では実際にはどのようなことができるのか見てみましょう。滑らかにくっつけてみました。このように動かしても表面に沿ってくれます。私は海外の配信者や説明書を見てもなかなか再現できなかったので、同じ悩みを持っている方のためにどうやったらこれが作れるのか説明したいと思います。まずはこのアドオンのルールを説明します。原点の真下にオブジェクトが存在するかです。見てわかるように中心から少しずれて配置しています。このままアドオンを使用してもエラーが出ます。真ん中のオレンジ色の点の真下にオブジェクトが来るようにすればいいだけです。軸をずらしてみます。これでオレンジ色の点、原点の下にオブジェクトがある状態です。くっつけてみましょう。エラーはなくなり、くっつけることができました。次は側面にくっつけます。生成されたオブジェクトの下側をくっつける分には問題はありませんが、反対側をくっつけたい場合は作業が必要になります。赤が裏で青が表になっています。今のままだと青がくっつく側になっており、エラーが出ます。では赤側がくっつくか見てみます。くっつきましたね。なので生成したオブジェクトの本来下側にあれば設定なしでくっつきます。それでは青側をくっつけられるようにしてみましょう。右側のサイドバーからツールを選択、トランスフォームから原点にチェックを入れます。 RZ180、 これで上側が赤色の面になりました。この状態でくっつけてみます。できましたか？次はいよいよ滑らかにくっつけるやり方を説明します。まずは立方体を作ります。もう一個立方体を作って、 G、Z で上に持ち上げます。 S でサイズ縮小、 S、Y と S、Z で長方形を作ります。G、X と G、Z で移動します。わかりやすいように色をつけますね。マテリアルプロパティから適当に色付け。R、Y-45 で斜めにします。ここからはオブジェクトに設定をしていきます。長方形にサブディビジョンサーフェスをします。右のスパナのマークから選択します。このままだと形がおかしいので、シンプルに変更し、細分化を適当な値まで上げます。立方体にも同じくサブディビジョンサーフェスをします。
値は適当で構いません。上げるほど滑らかになります。続いて立方体のくっつく場所にベベルを使用し滑らかにします。編集モードから辺を選択に変更して角を選択します。少し見づらいですが左上の角が選択されています。そこからベベルを選択して黄色をドラッグで動かしましょう。ある程度動いたら左下に出てきたベベルを開きます。一度別のところをクリックすると消えてしまうので、間違えたら戻ってベベルからやり直してください。セグメントの値を少し上げます。これで綺麗な曲線を描くことができました。ここでオブジェクトモードに戻り、必ず全部を選択してスケールをしてください。コントロールプラス A でスケールを選択します。私自身あまり把握できていなくて、初心者の方には何をやっているかわからないかもしれませんが、これが大事です。後でやってないバージョンもお見せします。それではくっつけます。長方形をクリック、立方体をシフトクリック、コンフォーム、くっついたらグレディエントエフェクトの値を変更してみてください。これで移動させてみましょう。どうでしょうか。うまくいきましたか。動かしてみます。それではスケールをしなかった場合どうなるか見てみます。結果が全然違いますね。解説動画や制作者は海外の方ばかり、みんなベテランで細かいところをスキップして解説しがちなので、私は初心者目線で今年からブレンダー始めました。アドオンなど紹介していこうかなと思っております。この他にもブレンダー動画を投稿予定ですが、私が挫折しないよう祈っておいてください。それでは良き 3D ライフを。